情報通り義経殿と清盛が睨み合ってるね。義経殿に手を貸し厄介な妖魔を潰すとしよう。義経ならまだ話が通じるか。接触し協力を申し出るのだ。単に協力を申し出て義経殿が信じてくれるかどうか。ここは手土産が必要だ。先に清盛配下の妖魔を倒しておくとしよう。いきなり娘子に近づいても警戒される。戦いになってしまうのは避けたいところだね。先に妖魔を倒してから接触を図るとしよう。こんなところでいる。負けちまうとは。見事その戦ぶり、英雄と呼ぶにふさわしいぞ。源の義経と平の清盛、彼らの直接対決はないはず。こんな歴史的瞬間を間近で見られるなんて。元成殿、いつになく気合が入っていて大丈夫だ。骨ごと噛み砕いてくれよ。メッセ、加減はせぬぞ。やりおれ、次は負けぬぞ。義経、押されているようだな。我らが手を貸そう。門を開けてはくれぬか。確かに、このままでは清盛に押し切られぬ。仕方がない、一時的にお前たちの手を借りよう。こんな争いに巻き込んですまない。協力には感謝するが、清盛は俺の手で打たせてくれ。直接対決の邪魔をしないよ。私たちは義経公の進軍を援護するとしよう。やあやあ、近くば寄って目にも見よう。源の義経、今より攻めかからん。どけどけ、弁慶様のお通りだぜ。まったく素晴らしいね。これだからあんたは面白い。さあ焚き火出してやろう。そんなところでいる。負けちまうとは。大無理猿。真の三国武将ってあんたのことか。貴様は踊り食いにしてやろう。食べないで。すごいな、君の活躍をずっと見ていたよ。さあ相手になるぞ。対局図の歴史も私にはかなわない。最後の天下の仲間と。またお前と戦えるあの日にだ。根ごと噛み砕いてくれよ。見事その戦ぶり、英雄と呼ぶにふさわしいぞ。旅にしてくれるわ。
弱肉強食。キツネのやつ、清盛様にばかり願いってね。今のうちに俺が討ち取ってやるぜ。歴史的な戦いに水を差してほしくないな。あのローマには早々に退場してもらわないとね。すごいな、君の活躍をずっと見ていたいよ。さあ相手になるぞ。申し訳ありません。面白そうなことやってるじゃない。ネノリが清盛軍、まさか不滅の術で操られているのか。宗則さんと戦うことになった気分はどう。彼を傷つけず私だけを倒せるかしら。砕かれるのと裂かれるのどっちが来るの。剣を抜かせないでほしいんだがね。おや、拙者は一体何。よくぞダッキのみを倒してくれた。その武芸、扇を当てた与一の矢に匹敵する。義経公から那須の与一公の扇の的の話が聞けるとは。狙った敵だけを倒して本当によかったね。兵士が優勢なのもここまで。さあ運行に転じよう。壇ノ浦の戦いみたいにね。守りも俺にお任せだぜ。哀れざるが現れおってか。退治するしかあるまい。まったく素晴らしいね。これだからあんたは面白い。さあ先に出してやろう。俺と遊んでくれんのかい。進軍せよ。清盛、源氏と兵士の決着ここでつけさせてもらうぞ。そうぞ、何よ。兵士が武家の頂点であると思い知らせてやろう。はあ、すごい、目の前でこんな戦いが見られるなんて。秘伝の腕前惚れ惚れいたす。よし、天敵の体に挑もうてか。元成殿は俺と同じ匂いがする。はかりごとで乱世を渡っていくと思うんだ。あはは、私もそんな気がしてたところだよ。あれ、前もこんな話をしたかな。上手すくにはまだ早い。我が宿願果たすまでは。日の本武装の源氏武者の誇り、天下に示した。お前知ったか、これが弁慶様のご主君の本気よ。勝手な真似をする味方の未来。清盛、義経、人間をまとめて消してくれ。
この好機逃せぬな。全員ボディを狙え。よし、俺様がぶっ倒してやる。見事、その揺さぶり英雄と呼ぶにふさわしいぞ。なかなかやるようだ。だが私は滅びません。すごいね。君の活躍をずっと見ていたよ。君が求める質問、海外の清盛に乱世の勧誘操作、さらに力と知恵を兼ね備えた神の共演だ。愚かしい。そしてそばには古の大軍師角殿もいる。ああ、何か書き留めておけるものはないかな。元就が凄まじい盛り上がりようだね。まあ、楽しそうで何よりだ。今回の助太刀には礼を言う。だが俺たちは敵同士、次は戦場で会おう。そうか、まあよい。この戦、オーディンらの戦力を削れただけで十分だ。義経公と曹操殿が清盛公と神に打ち勝つ。いや、イーブンが欠けそうだ。早く執筆しないと。元就殿、いやはや、最後まで楽しそうで何よりだ。うまくいったようだ。